けれども、国土交通省といたしましても、市町村さんの支援という形が多いんですが、市さんと一緒になって考え、そして私も町づくりを支援してまいりたいと思っております。本日はお時間をいただきありがとうございました。続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、宮崎課長どうもありがとうございました。